はい、こんにちは、ジリアです。カード開封動画586回目は2006年かな、前回も含めて2006年前後発売。今回は、前回のトワイライトの、対になってる色でバイスクルディジューベネイト、箱自体はねトワイライトを使われていますが、シールでベタッと貼っています。ただしこれ、おそらくないですよ、中身だけなのか、もしかしたら偽装でトワイライトの可能性があるんですが、実際のディジューベネイトは違う箱で、このトワイライトの緑色の濃い部分がゴールドになっているという仕様になっています。それでは開封したいと思います。箱を一応見ていきますが、一応トワイライトと同じ箱みたいで、ディジューベネイトの箱ではないみたいです。横面はヤクションメイドイン USA、 ザ・ユナイテッドステイツプレインカード仕様のシンシナティオハイオ製の箱です。背面はポーカーで、これエラー品ですね。青色黒ザシールがフィルムの中で折れてます。まあ、トワイライトのバック面ですよね、これは。でディジューベネイトとシールだけ貼って、中身が本当にディジューベネイトなのかちょっと検証したいと思います。下面はバーコード、バイスクルトワイライトと書いてます。とりあえず中身見ていきましょう。はい、切れ目を入れました。中身は真っ白なのは、まあトワイライトの箱なんで。出たー、はい、偽装確定です。このショップで売ってるディジューベネイトと偽装してるものは、中身をトワイライトで言ってるだけですね。本来のディジューベネイトはこの濃い、緑色のグリーンの部分がゴールドになっている仕様になっています。なんかパキパキ言ってますね。だいぶんと倉庫で保管してたみたいです。はい、これもまあ前回と同じですね。中身同じなので、もう一個も広告カードで、まあ見るまでもないですが、これはトワイライトですね。まあ、一応もう一つのトワイライトということで、2021年のスタンダードともう一回比べてみましょう。これも1枚分厚み、前2枚分だったんで、これもねロット差なのかもしれないですね。まあ、滑りは相変わらず高品質ですね。固めのカードになっていて、パッと取れるくらいの反りがあります。まあ、良好ですよね。はい、前のトワイライトはモダンだったんですよ。さあどうでしょう。入ってかないですね。同じようです。はい。モダンカット仕様でした。これも。はい。バイスクルディジューベネイトだと思って開けたものはトワイライトでした。ということで、もしかしたらねショップも分からず仕入れてる可能性があるので、メッセージしてみたいと思います。というわけでジャンル分けします。今回のトワイライトも、まあ、ほぼ同じなんですが、厚みの方は1枚分厚いということで、2021年より1枚分厚みのある感じです。で、同じくモダンカット仕様の高品質、お灰寄せなんでなかなかいい感じだとは思います。で、 USB-CC 製の古いやつなんですけど、メーカーコラボではないです。まあ、高品質な感じですけど、カラーリングの違う、バイスクルファッションのコンセプトデザイン、まあ、激レアレックなことには変わらない、まあ、トワイライトです。はい、バイスクルディジューベネイトだと思ってたものはトワイライトでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。